3月の30日ウェブ朝倉学校、第春休み第5回目です。8時だよ全員集合です。国民的英雄志村けんさんが亡くなられたことに本当にご冥福をお祈りします。で、私の世代は8時だよ全員集合を見て育った世代ですので、本日も8時だよ全員集合と言わせていただきました。はい、8時だよ全員集合ということで本日をやらせていただきたいと思います。で、前半は数学で一次方程式の話で、それから10分また理科の溶液と溶解度の話をしまして、そして最後また10分やはりコロナウイルスに関する船橋の状況についてご報告させていただきたいというふうに思っております。それでは一次方程式について、やります。で、昨日文字式を使った計算ということで、こういう文字とが混じった式を文字式と中学で学ぶんですけど、それをそのやるときには計算しなさいというのは整理しなさいという意味であるという話でありますね。で、これとの比較で、これが整理し、これとの比較で方程式を解くということを昨日、文字式との比較でこういうのがあって、この方程式と文字式を間違えちゃいけないんですよという話をさせていただきました。それで昨日その方程式の例として2019年の千葉県公立高校入試の問題ですね、を例を、出して、この解き方についてはまた後に解説するといたしましたけど、本日その解説をしたいと思います。さて、この問題読んでみましょうか。100円の箱に1個80円のゼリーと1個120円のプリンを合わせて24個詰めて買ったところ、代金の合計は2420円であったと。この時買ったゼリーの個数を求めようということですね。で、こういうふうにしてゼリーが、レシートを見るとゼリーが X 個、ゼリーが何個か書いて、プリンが何個か書いて、その合計値が2420、この個数を求めようという問題ですね。それではまず方程式というのはどういう発想なのかということを、考えてみたいと思います。で、今日はX 2乗とかいう二次方程式じゃなくて、 X プラス、何々 X プラス何々と表されるような一次方程式について学びます。それでは次ですね。はい、方程式の発想についてなんですが、この天秤の発想なんですね。方程式というのは同じ大きさ体積の鉄の玉はアルミの玉の3倍の重さである、約ですけど、鉄の玉、1個の重さイコールアルミの玉、3個の重さということで、この左の天秤と右の天秤が鉄とアルミを入れて釣り合ってるという形です。はい、それでこれを例えば今1個と3個で釣り合ってるところをそれぞれ3倍して3個と9個にしても釣り合うはずですね。つまり天秤が釣り合ってるところを同じように数を倍かけていくと、釣り合うんです。で、例えば今度これ割ります。ちょっとちっちゃいですけど、3分の1の、鉄の玉を割って3分の1にして、アルミの玉を1個にしたと。で、そうしても釣り合うんですね。そして何かを足しても釣り合う。両方にこう同じような蓋を入れると。蓋を入れた状態でも釣り合います。で、このように釣り合っておりますので、こういうふうに足しても蓋を足しても釣り合う。そして実はこれ最初に皿を入れてたんですけど、この皿を取っても釣り合う、何かを引いても釣り合うんですね、同じものを。ということで、釣り合ってるもの、左右で釣り合ってるものを同じものをかけても同じもので割っても同じものを足しても同じものを引いても釣り合うという関係が天秤にはあります。これと同じ関係が実は方程式にあるんですね。さて、
でこれは実はちょっと最初に問題を見ておきたいと思うんですが、これから例を出す問題です。入場料1000円のある遊園地は乗り物1回500円で乗れると。で A 君はある日遊園地に行って5000円使った、乗り物に何回乗ったかと。これ実は方程式というものを皆さん考えなくても、実は頭の中でこれぐらいだと生活経験上解けますね。全部で5000円だったと。で、入場料が1000円だったから、4000円乗り物に使ったんじゃないかと。で、乗り物1回、500円なんで、8回乗ったんじゃないかということで、まあ、頭の中でできちゃうと思うんですが、これを方程式に立ててみると、こういうことになります。まあ、これ、何回乗ったかっていうの分かんないから、X と置いとくんですね。500X。そして、イコール、5000、あと入場料1000円で5000円になってると。で、これに全体を2人で行ったと。A 君と B 君2人で行ったということで、2人の合計値を考えてみると、こう両方、その2人で、同じように入場料払って乗り物に乗ったことを、まあ、やってみると2人の金額の2倍したら1万円かかっているということになりますね。さて次に、割ってみます。これ、支払うときに500円玉だけに、支払おうという約束をして、500円玉の枚数で数えるんですね。でそうすると、まあ、500で割った、そうすると枚数が出てきますので、そうすると500円玉は10枚使ったということで、500円玉に直すと入場料で2枚使ったから、まあ、10枚の500円玉を使ったうち残り8枚で乗り物に乗ったというふうに計算できます。これ500で割っても一緒、左右が釣り合ってるということですね。で、入場料を落として買い直した場合には、入場料、まあ、1000円もう1回払わなきゃいけないと。でそうするとまあ、その、1000円払ったということで6000円ということが釣り合うんですね。で次に感謝デーで入場無料になったから安くなったということは、1000円を引いても、まあ、釣り合うということです。でそういうように天秤の説明とこの入場料の説明、2ついたしましたけど、要はこうイコール左右で釣り合ってるものに同じものをかけても同じものを足しても同じものを引いても同じもので割っても釣り合い続けるという発想を使うんです。さてそれで、この入場料の乗り物の件が非常にまあ簡単で、まあ、暗算でできるレベルなんで、暗算でできちゃうんですけど、やり方の基本 を説明しておきます。求めるべき分からない数、これ X 回乗ったという X 回、まあ、これ X 回なんですけど、もう回というような単位は除いて X と置きます。で X の紛らわしいかけるは使わないということですね。ということです。で、まあ、そうすると乗り物にかかった値段は 500×X ですから 500X になります。さらに等しいものイコールで結び式を立てる。 500X 足す入場料イコール 5000 で次ここまでで式が立ちました。で式が立ったら、あとこの式を計算していくんですね。計算していきます。で 500X 足す100イコール5000となります。で実はこの1000というのが邪魔というか、計算の時に、これだとやりにくいので、両方から1000を引くと。でそうすると、4000になるんですね。で実はこれ両方から線を引いて、こっちが線を引いて0になって、こっちが線を引いて4000になるという計算なんですが、それをまとめると結局このプラスのものがこっちに行くと、符号が逆転してマイナスになるというふうに計算で、ここですね、 見かけ上左から右に、そのイコールの左から右に行こうというんですけど、移行すると、こっちの右でプラスだったものは左でマイナスになるという計算の法則があります。それで最後に何々 x イコール何々になりますね。つまり 500x イコール500x イコール4000になってるんです。でそれを500で割ると x イコール8というふうに出てきます。でこれが計算の方法です。それでは
それに基づいて、先ほどの問題を、最初の問題やっていきましょう。もう絵だけでかく描きました。これ私が描いたんですよ。頑張って描きました。入試問題にはこの絵はなかったんですけど、まあ、せっかく身近な問題なんで、まあ、絵をつけた方がイメージしやすいだろうということで、もうこの絵だけでも分かりますね。ゼリーとプリンの個数はというのが問題です。で、全部で24個というのが約束です。あ、これ24個の箱に24個入ったと。で、ぶどうゼリーは、まあ、80円。で、プリンは120円ということで、この計算をするということですね。それでは、こういう発想の時に、まずすべきことは、X を何かにするんですね。で、ゼリーとプリンを、求めるんですけど、合わせて24個ですから、どっちかを X と置くと、どっちかが 24-X ということになります。ということで、まずは、ゼリーの方を X 個としてみましょう。で、プリンの方は 24-X と5になります。そうすると、まあ、こういうふうに計算できるんですね。で、こういうふうに、方程式を立てるときには、求めるべき数を X と置いて、まあ、これ実は、プリンを X と置いて逆にしてもできるんですけど、まあ、その時の都合でどっちでもいいんですけど、まあ、この場合ゼリーを X と置く解き方をしました。さて、で、式を立てるんですね。ゼリー X 個とすると80円、で、次、プリンは120円だけど 24-X プラス、あとちょっと箱の値段が100円で、合わせて2420円ということになります。で、この式を立てるところがまず方程式を解く上で、方程式の文章題を特に解く上で重要で、式を立てます。さて、その次に、これ式を解いていくんですから、x イコール何々という形にするんですけど、x を左の方に持ってきて、数を右の方に持ってくると、いうふうに整理をします。そうすると、とりあえずこの100円がこっちにあると、こっちにあるのをこっちに移行するんですね。で、そうするとプラス100円がマイナス100円になりますので、2320円になります。で、次に 80x プラス120カッコかける24-x カッコ閉じイコール2320というのは全部0がついてますね。つまり 10倍になってますので、10の倍数になってますので10で割ります。そうすると式がだんだん簡略になっていくんですね。最初に立てた式を割ったりかけたり引いたり足したりしながらだんだん簡略にしていくんです。 X の周りをそぎ落としていくんですね。さて、そうするとこうなります。で、ここで計算してもいいんですが、さらに8と12と232が4という最小公倍数を持ってると、最大公約数を持ってるというふうに気づくと、4で割るとさらに簡略になりますので計算がしやすくなります。 2x プラス3カッコ 24-x カッコ閉じイコール58になります。で、次にこの計算なんですが、この 3×24-x という意味なんですけど、これは分配法則といいまして、これとこれをかけたものとこれとこれをかけたものに分解できるんですね。で、そうすると 2x プラス72、 3×24 は72引く 3x イコール58になります。で、またこの式でもできるだけ数を右に持ってきて、X のある式を左に残すようにします。はい。で、そうすると X のある式は 2X 引く 3X で、72はこっちに移行するとマイナスになりますので、58引く72でマイナス14になります。これマイナス X になります。で、マイナス X イコールマイナス14をマイナス1で割る、まあ、かけるという表現でもいいし、割るという表現でもいいんですけど、そうすると X イコール14になります。で、ゼリーは14個、プリンは10個というふうに分かりました。で、このようにして方程式は、まあ、文章題をまず式に直し、式に直した後、こういうできるだけ簡略にするプロセス、そして X を左に持って、X のある項を左に持ってきて、数だけの項を右に持ってくるという工夫をしながら計算していくと答えが解けるということですね。はい。以上が前半の方程式の解き方です。ご清聴ありがとうございました。